こんにちは、バムです。今回は星さん最強ドリブラーを見ていきたいと思います。ガチスカにギリギリ使えるラインである星さんの選手から優秀な選手を探していたらこの動画に出会ったという方も多いはずです。少しでもそんな皆さんの参考になると嬉しいです。この動画ではドリブル、スピード、瞬発力、ボディコントロールの4つの能力が全て90を超える育成ができる星さん選手を全て見ていきます。星さんに詳しい方なら全てご存知かもしれませんが、内容を整理するようなどでご覧ください。もし今回見ていく選手を使ったことがあるということがいれば、使用感はどんな感じなのか、また見ていく選手以外におすすめのドリブラーがいれば皆さんに教えてください。それでは見ていきましょう。1人目、アダマ・トラオレ選手。ドリブル90、スピード93、瞬発99、ボディコントロール90。皆さんご存知の化け物みたいな選手ですね。この能力にダブルダッチ、ヤラシコ、足裏持ってるということなんで、間違いなく強いですね。はい、こちらが最大総合値に育成した能力。普通に育成してもドリブル特化になってますね。次はムサジェネポ選手。ドリブル91、スピード90、瞬発97、ボディコントロール90。やっぱり90の圧はデカすぎますね。ジェネポ選手は、ダブルタッチこそ持っていないんですけど、コントロールカーブ、ミドルシュート、シズアス、スーパーサブなど、優秀スキルを揃えてますね。はい、次はドド選手。こちらサイドバック登録の選手なんですけど、ドリブル特化にすることができますね。ドリブル以外だとスタミナは87。ということなんで、低い位置から何回でも仕掛けれそうですね。スキルはダブルタッチ、ワンタッチパス、アシュラーコントロールなどありますね。この選手ってセンターバックに置けるんですね。どうしても点を取らないといけない時とかに、ドド選手をセンターバックに置いて、最近できた攻守レベルをマックスにして、センターバックドドを上がらせるっていうのも面白そうですね。最後はウィルフリー・ニョント選手。ニョント選手はドリブル以外のボールコントロール、ボールキープも高め。そしてダブルタッチ、らしく足裏持ち、特殊ダブルタッチができるということなんで、この育成も面白そうですね。はい、今回は星さん最強ドリブラーを見ていきました。以上であります。バイバイ。